ヘチャンは、大韓民国チェジュ島出身の歌手。男性アイドルグループ NCT のメンバー。SM エンターテインメント所属。本名はイ、イドンヒョク。2016年7月、NCT127 でデビュー。2016年8月、NCT ドリームでデビュー。2018年5月、日本デビュー。血液型は AB 型。2000年6月6日、 韓国ソウル特別市で生まれる。12歳まで、チェジュ島で育つ。2013年、SM エンターテインメントの土曜公開オーディションに合格し、練習生として入社した。オーディションで披露した曲は、古学の、ハローである。2014年7月17日、SM ルーキーズとして公開された。9月より、ネットで放送された、エクソの番組、エクソ90。 2014に出演。2015年7月23日より、ケーブルテレビディズニーチャンネル、ミッキーマウスクラブに SM ルーキーズのメンバーとして、出演。ファッションマガジン、セシ8月号に SM ルーキーズとして、初のグラビアが掲載された。8月15日より、SM ルーキーズの定期公演、SM ルーキーズショーに出演。2016年7月2日、ソウルを拠点として活動する。 ユニット NCT127 のメンバーとして公開された。デビューに伴い本名のドンヒョクから芸名のヘチャンで活動。7月7日、ネット M カウントダウンで NCT127 のデビュー曲 Fire t r ッ c k を披露し、正式デビュー。8月20日、青少年ユニット NCT Dream のメンバーとして公開された。8月25日、 ネット、M カウントダウンで、NCT ドリームのデビュー曲、チューイングゴムを披露し、NCT ドリームとして、正式デビュー。2018年5月23日、所属ユニット NCT127 が、ミニアルバム、チェーンを発売し、日本デビュー。10月23日、SBSMTV、ザショーの、ザラジオショーコーナーに、ジェノと、スペシャル DJ として出演。 12月13日、SM ステーションシーズン3を通じて公開された、アニメ、トロールの劇中歌、ベストデイエバーに参加。12月19日、SM エンターテインメントより、ヘちゃんが、公演準備中に蛍骨を骨折したと発表された。2019年1月、n c t 1 2 7の初単独コンサート、ネオシティ、ソウル、ザオリジンでは、 全体パフォーマンスには怪我のため参加せず、椅子に座っての出演となった。3月29日、NCT127 のコンサートツアー、NCT127-1 ショートトンツアー、ネオシティ、ジャパン、ザオリジンの埼玉スーパーアリーナ公演より、ステージ復帰。9月13日放送、MBC、アイドル陸上大会で、試合状況を伝えるフロア MC を務めた。 12月13日、NCTU として参加した、カミングホームが公開された。2020年1月4日5日は、体調不良のため、NCT127 の単独コンサート、NCT1271 ショートトゥンツアー、ネオシティ、ジャパン、ザオリジン、福岡公演を欠席。2020年3月2日より、YouTube チャンネル、NCT デイリーに冠企画。 37.5メガヘルツへチャンラジオを公開。10月19日 NCTU として参加したフロムホームのミュージックビデオが公開された。2021年8月12日 NCTU としてドヨンと参加したマニアックが公開された。4人兄弟の長男。芸名のヘちゃんは正しく輝けという意味でリヒデミツが命名した。 芸名をもらった時は生まれ変わったような気分だったという。子供の頃の夢は歌手で歌うことが好きな子供だった。ロールモデルはマイケル・ジャクソンとシャイニーのテミン。ビリー・ジーンを偶然聞いた際に衝撃を受け、マイケル・ジャクソンのファンになった。SM エンターテインメントに入社した理由はテミンに憧れたため、シャイニーのリプレイを聞いて K-POP アイドルに興味を持った。テミンが グループの末っ子であったことから、いつか自分も末っ子としてデビューしたいと思っていた。ポジティブな性格で周りを明るい雰囲気にするムードメーカー。自身の性格を一言で表すと、発色取りで韓国では様々な面を持っているという意味を持つという、チェジュ島育ちのため方言を話すことができる。性格診断の MBTI はインフップ型。 丸い目と何かを食べる時にちょっと出てくる舌などがプーズーに似ており、ファンの募金活動によってロサンゼルス動物園に生まれたプーズーにへちゃんという名前が付けられた。2019年5月15日、えちゃんはロサンゼルス動物園を訪問し、自身の名前にちなんで名付けられたプーズーのえちゃんと対面した。えちゃんはファンの募金活動について知っており、 寄付によって名前が付けられたことに関して誇りに思うと語った。好きな食べ物は豚キムチチゲ、トウモロコシのヒゲ茶。日本のコンビニでつい買ってしまうものは豚骨みのカップラーメン、うどん、ジンジャエール、ピルクル。フルシニア、ドンキーというニックネームがある。日本のファンからはヘチやドンちゃんなどの愛称で呼ばれている。DTB NCT127 教えて、ジャパンで披露したダジャレジコ紹介はピタンピオコンヘッチャンコ。趣味はゲーム、映画鑑賞、音楽を聴くこと、携帯を使うこと、コンピュータ、ドラマを見ること、ピアノ、コンピューターゲーム。特技は洗濯と料理、F1 の走行音モノマネ。ソウル公園芸術高等学校実用音楽科に在学していた。 2019年7月アプリケーションアイドルチャンプの IT モデル先行ドラップトップ部門で1位2020年2月アプリケーションアイドルチャンプのドラマの OST を歌ってほしいはちみつ生態アイドルは部門で1位2020年3月アプリケーションスタープレイの最も魅力的な声のアイドル部門で1位 NCT の動画コンテンツの中で本人が たびたび使用する視聴率37.5%という言葉に由来する。数時間で2500ドル以上の募金が集まった。ありがとうございます。